チャールズ・エム・シュルツ、チャールズ・モンドー・シュルツ、チャールズ・モンロー・シュルツ、1922年11月26日から2000年2月12日は、アメリカ合衆国の漫画家、代表作である、ピーナッツでよく知られている。シュルツは、貧しいドイツ系の移民で離発師だった父、カールとノルウェー系の移民だった母、ディナの一人息子として、ミネソタ州ミネアポリスに生まれ、 セントポールで育った。生後二日後に、おじから当時の人気漫画、バーニー・グーグルに登場する馬のスパークプラグにちなんで、スパーキーというあだ名をつけられる。これは後に、シュルツの初期のペンネームとして使われている。自分の理髪点を回転したカールは、新聞の漫画に夢中で、これがシュルツに大きな影響を与えた。 小さい頃から絵の才能に恵まれ、幼稚園の最初の日に、シュルツの絵を見た先生から、あなたは画家になるかもしれないわと言われたことが、シュルツの心に大きく響いたという。内気な性格だったが、勉強はよくできて、小学校時代に2学年飛び級している。シュルツのインタビューによれば、この頃に、年上で、体格も大きいクラスメートに仲間外れにされた、経験が、 将来のチャーリー・ブラウンの誕生につながったという。また、シュリッツはスポーツも大好きで漫画家という夢の他に、世界的に有名なアマチュアゴルファーになりたいという夢も持っていた。シュリッツが13歳の時に飼った雑種の犬のスパイクは、ある程度人間の言葉を理解しているとしか思えないような行動をとったり、カミソリを食べてしまうという変な犬で、後に、 スヌーピーの原型になったスパイクという名はスヌーピーの兄弟の名として使われている。この犬を描いた絵が新聞に掲載され、これが初めて印刷されたシュルツの漫画となった。高校3年生の時にアートインストラクションスクールという通信制の学校に入学する。父のカールは理髪店の経営に苦しみながらもシュルツのために学費を払い続けていた。 高校卒業後に雑誌へ漫画を投稿し続けるがうまくいかず、さらに1943年2月に母のディナがガンで亡くなり、シュルツは失意のままアメリカ軍に入隊した。その頃から内気だったシュルツに負けず嫌いな性格が芽生え始めたのだった。その2年後に第二次世界大戦で戦うためヨーロッパへ出兵している直接戦闘に参加することはなかった。 そこでの孤独な経験は、後の作品に影響を与えている。1945年に軍を去った後は、アートインストラクションスクールに就職。そこでの同僚だったチャーリー・ブラウンの名は後に、ピーナッツの主人公の名として使われることになった。シュルツは、学校で働きながら、積極的に投稿を続けた結果、1947年に、作者の地元の新聞に、 ピーナッツの原型となったリルフォークスが掲載された。そして漫画配給大手のユナイテッドフィーチャーシンジケーツ、現、ユナイテッドメディアへの投稿がきっかけで、1950年10月2日から、ピーナッツ、ピーナッツは困った人たちという意味の連載が全米発紙で始まることとなった。ピーナッツは子供のダメ、できない、困ったという心の悩み。 葛藤をどう乗り越えるかを一貫したテーマとし、それは登場人物が頻繁に発するグッドグリーフ、やれやれ、困った、お手上げだよというセリフにも現れている。シュルツははじめこのタイトルが不満だったという。というのも、当初シュルツはタイトルをグッドオールチャーリー・ブラウンもしくはチャール・ブラウンというものにしたかったようだが、エージェントである。 ユナイテッドフィーチャー社によって勝手にタイトルをピーナッツにされたからである。その頃シュルツは同僚のドナメイ・ジョンソンに生まれて初めて恋心というものを抱くが、お互いの家の宗教の違いから周囲の反対を受け、最終的には失恋という形になった。彼女の面影はピーナッツの中で主人公のチャーリー・ブラウンが恋心を抱く赤毛の女の子の原型となった。 失恋の痛みの中、シュルツは同僚の妹だったジョイス・ハルバーソンと親しくり、1951年4月に結婚した。この頃父親のカールも再婚している。ピーナッツの人気は次第に高まり、コダック社やフォード社がこのキャラクターを使用するまでになった。ピーナッツはテレビアにメカされ、エミー賞やピーボーデ賞を受賞した。シュルツは アニメ化作品の多くで脚本を担当した。さらにシュルツはアメリカの漫画家にとって最高の栄養である流弁賞を受賞した。そんな中でシュルツを支え続けてきた父のカールが1966年に死去した。シュルツは悲しみに暮れるも1967年にはミュージカル君はいい人チャーリー・ブラウンが上演されタイム誌やライフ誌の表紙を ピーナッツのキャラクターが飾り、さらには1968年にスヌーピーがアメリカ航空宇宙局の有人飛行計画のマスコットとなり、1969年スヌーピーのぬいぐるみはアポロ15に乗って月に向かって飛び立ち、この時司令船と月着陸船の名前に採用されたのはチャーリー・ブラウンとスヌーピーだったピーナッツの人気はますます高まっていった。 1972年にジョイスと正確な不一致が原因となり離婚。翌1973年、ジーニー・ホーサイスと再婚した。1980年、アーティストのトム・エヴァハートと息統合し、トムは唯一のピーナッツのファインアーティストとして認められた。1981年、心臓に異変を感じた手術は、心臓のバイパス手術を受けることになった。 手術は無事に成功し、看護師に頼まれて、病院の壁にスヌーピーの絵を描いて退院した。1984年には、ピーナッツの掲載詞が2000紙に到達し、ギネスブックに認定された。1986年には、漫画家の殿堂入りを果たし、1990年には、フランスの芸術勲章を受賞、また、イタリア文化大臣から、厚労章が贈られた。 ルーブル美術館などでは、ピーナッツの展覧会が開かれ、1996年には、ハリウッドのウォーク・オブ・フェームにも、シュルツの名が登録された。1999年12月、結腸がんを宣告されていたシュルツは、引退を宣言し、そして2000年2月12日に77歳でこの世を去った。その翌日、ピーナッツ日曜版の最終回が掲載された。 30年以上にわたって在住したカリフォルニア州、サンタローザには、シュルツの名前を冠した、チャールズ・ M ・シュルツ・ソノマ・カウンティ空港、チャールズ・ M ・シュルツ・ソノマ・カウンティエアポートがある。シュルツの死去後の2000年6月には、アメリカ合衆国議会から民間人に授与する、最高位の勲章である、議会金アキラが贈られた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。